はい、皆さんこんばんは。今日はね、ヨドバシカメラのですね、FX3 のね、シネマティック、映像だったかなっていうね、ライブ配信、皆さんお集まりいただきましてありがとうございましたっていうことで、ちょっと今家帰ってきたんですが、なんですけど、今日はですね、皆さん多分初めて見るんじゃないかなというよりかは、一般初公開かもしれない。まあ分かんないけどね。っていうことをちょっと今から見せていきたいんですけど、はい、じゃん。こちら、わかりますかね？あれ？これなんだ？アラジン魔法のランプのロゴじゃないかねっていうとこですけど、こちら、ポップアラジンです。はい。ポップアラジンの HDMI 接続端子、ワイヤレスってことなんですけどね。これ、なんで手元にあるの？まだ発売してないよみたいな感じなんですが、なんとですね、ポップアラジンさん、私が YouTube でですね、いろいろね、アクセスも多いっていうね、まあ話なんですけど、私の YouTube、しっかり見ていただいてましてですね、私が HDMI 接続のこれ出るときに、ちょっと結構すごい感動しちゃって、アポイントっていうか、こっちが連絡してみたんですね。そしたらなんかまさかのレス来てですね、中西さんの YouTube 拝見しますみたいな。ぜひ、これも発売する前に協力してくれますかみたいな感じでね、話をしたりとかして、お話ししてですね、このまだ完成間近の HDMI の、まあ、ほぼ、リリースというか、これが販売されるもんだろうっていうことなんで、サンプル品、なんと送られてきましたってことでありがとうございますって感じですね。で、今日、来たので、もう速攻レビューしたろうと思ってですね、まあ、率直な意見言ってもらったらいいよっていうこと言われました。なので、率直言います、みたいな感じなんですけど、パッと見、とにかく小さい。めっちゃ小さいです。ちなみに、スマートフォンとこう比べてみると結構わかるかもしれないけど、スマホの大きさの約半分っていう、超小さくないですか？これぐらいのサイズなんですよ。で、小せえなと思って、僕なんか、結構ボックス？ HDMI のボックスかなと思ってて、大きいのかなと思ったら、まさかの超小せえじゃん、みたいな。で、シンプル設計で、後ろがですね、こういう風に HDMI 接続 Type-C の、端子がついてるっていうとこと、上ですね、このボタンが、まあ、なんかペアリングするときに押すんでしょうね。ボタンになってます。意外とボタンもね、いいよね。なんですけど、こちらがですね、最新のポップアラジンのバージョンに、まあ、変えていかないとダメなんですけど、今までなかった、機能が増えましたよね。これこちらですね、スクリーンシェア、これ前からあったのかな、ちょっと分かんないけど最近見てないなと、こちらアラジンコネクターって言われるですね、新しいソフトが入りました。ご丁寧にですね、こうセットアップマニュアルっていうことを送ってくれたんですけど、これもね、多分おそらくひょっとすると、リリース前なので、正式なものはもっと違うものがやってくるのかな、みたいな感じもありますが、なのでこれはちょっとね、まだ出る前なんで、しっかり見せるとちょっとね、また叱られるかもしれないんで、ちょっとやめましょうっていう感じなんですが、ちょっとこれを見ながらね、セットアップしていきたいんですが、これ、まず、本体。電源ですね。HDMI 繋いだら、あ、HDMI 違う、Type-C 繋いだら、白の LED で、なかなかおしゃれやん。おしゃれやん、みたいなね、ちょっとね、関西弁出ちゃったけど、おしゃれですね、みたいな感じですね。はい。ってことで、こちらをですね、アプリですね。アプリの方で接続を、していくわけになるんですが、もうこのことまずこれ通信っていうか、このスマホとね、なんかセットアップすると思うんで、一回ちょっとこうセットアップの方行きましょう。そうすると、まずこの通知ライトですね。まあ大体一緒ですよ。Bluetooth のやり方は。長押しして点滅しましたと。点滅したら、次へと押しましょうねと。そうすると、こういうふうに接続風に出ますので、アラジンコネクタ接続してくださいねと。このコネクタが、まずその、私のところのその Wi-Fi ネットワークのパスワードとか記録させる必要があって、それとポップアラジンを連携されるために、同じ Wi-Fi ネットワークに繋がってることで、
こちらのアラジンコネクターに出ますよっていう感じなんですね。じゃあ皆さん、プレイステーション5をですね、今からこちらへ接続してみたいと思います。今ですね、私のところの、プレイステーション5をですね、つなぐとですね、こんな感じでコネクトが認識されると、まあ、こちらの方にオレンジ色になります。で、今こういう風にファームウェア新しくなってますよってことで、さらにバージョンアップされてますね。これはおそらくアラジンコネクターの方のファームウェアですね。 R1.2.5 アップデートまあまあ早いな、これ。これでいよいよ夢の接続ができるというですね、黒船来航されるというね、すごいことなんじゃないのっていうね。で、今回ね、このね、私もいろいろね、説明受けて聞いたんですけども、このアラジンコネクトの接続の遅延が全くないようにめちゃくちゃこだわってるらしいんですけど、まあ、とはいえね、どうしてもね、遅延ってないことはないよねって話なんですけど、あれ？繋がった？繋がりましたよ、これ。これ、プレイステーション5ってすごいよね、これ。プレイステーション5って、プロジェクター繋がってると、これ、も、わかんの？すご。これはすごいわ。ちょっと、私今ね、ジャッジアイズ、絶賛2回目やってるよ、みたいな感じなんですけど、ちょっと見てみますか？ジャッジアイズやるべきかな。あのね、今やってる感じなんですけど、十分使える。ジャッジアイズ、あ、いた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 。いや、ジャッジアイズは普通にできる。むしろちょっと若干ね、遅いのかなっていうのは感じるかもしれんけど、私は感じないですね、むしろ。上等じゃん、これ。やばくないですか。どうでしょう、音の出方超いい。お、タイトル増えた。じゃじゃ丸くんやろう。じゃあ僕の中、じゃじゃ丸くん超熱いからね。まあでもなんかファミコンこのサイズできる、超いいかも。うわ、いや、これいいぞ。なんか 120p とかのフレームレートできないのかな、これ。そんな難しいのかな。あのね、これはね、もうね、正直ね、なんだろう、使える使えないというレベルで言うと、できる、十分使える。ただこのなんか透明になるときにたまに、なんだろう、なんか消える。すごいよ。なんか逆に、このマリオとかだったら普通に遅延気になんないね。いや、スーファミは普通に遅延というよりかはね、フレームレートかな気がする。普通に使えるぞ、これ。ってことでね、ちょっと今日皆さん、まあ、お見せしたわけなんですけど、ポップアラジンのこのアラジンコネクト、ちょっとすごいかもしんない。すごいというよりかは、マジこれ、感動。やばくないっすか、これ。いや、アラジン、売れるよ、また。これは皆さんね、今のうちにアラジンの SE、アラジンね、ポップアラジン2とかをですね、ゲットして、この HDMI のこれ多分ね、売れすぎて、1年待ちとかなるかもよ。やばいわ。まあ僕も予約しましたけどね。
まだこれね、あのお借りしたんで返さなあかんのでね、まああれなんですけど、予約しております。初期ロットで。これはやばいで、いいよこれ、売れるわ。はい、ということでございます。ということで、ちょっとなんかテンション上がりすぎた、44歳のね、ちょっとね、おじさんになっちゃうんですけども、セットアップ若干ですね、まだ手順がね、私どうなのかなっていう感じあったんですが、まあ非常に簡単でしたね。アラジンコネクト、電源入れてですね、まずスマートフォンと接続します。で、それはポップアラジンのですね、純正のソフト。まあ、ポップアラジンがね、用意してるソフトですね。まあ、こちらをですね、接続にして、で、ポップアラジンの、アラジンコネクト自体をスマートフォンでそれぞれ設定しましょうね。っていう感じでございます。やばい。よかった。今日はいい日だな。という感じなんですね。はい。ということで、まだ皆さんですね、チャンネル登録をぜひしていただいて、この、最新のガジェットを特集してみたいなと思います。それでは最後までご清聴ありがとうございました。